闇の戦士たちの新たなる戦いが今始まる。幅広いゲームファンを魅了する内容となり、300メガのパワーで帰ってきた。前作の空中ガードやダッシュに加え、新しく相手が倒れた時にダメージを与える追い打ち攻撃、また相手を惑わせたり追い打ち攻撃を避ける移動起き上がりなどが加わった。画面上のスペシャルゲージを貯めると、必殺技はより強力なスペシャル必殺技に。そしてスペシャル必殺技が連続して使用可能なスペシャルストックが追加された。さらに相手の攻撃を自動的にガードしてくれるオートガードが選択でき、初心者でも安心してプレイ可能。パンチまたはキックボタン3つを同時に押すことにより、連続技がオートで入るチェーンコンボはアクションファンには見逃せない。個性豊かな12体のモンスターは、ヴァンパイア、デミトリ、狼男、ガロン、フランケンシュタイン、ビクトル、ゾンビ、ザベル、サキュバス、モリガン、ミイラ男、アナカリス、キャットウーマン、フェリシア、悪霊侍、ビシャモン、ハンギョジン、オルバス、ビッグフット、サスカッチ、キラーマシーン、フォボス、宇宙の支配者、パイロン、さらにまた新たな闇の戦士が加わった。母親の魂を闇から解放するため、自らモンスターに変身し戦うことを決意したキョンシー、レイレイ、人と魔族の間に生まれた闇の落とし子でモンスターの天敵たる存在、ダークハンター、ドノバン。戦いは熾烈を極め、黒き波動が地を焦がす。そして今彼らに向けられる新たな挑戦者の視線、ヴァンパイアハンター。